はい。ということで、えー、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。えー、今日はね、ちょっとね、えー、久しぶりに、えー、ちょっとタバコについてちょっと話そうかなと思います。えー、タイトルにもあるようにね、えー、こちら、エコーシガーですね。えー、こちらをね、えー、レビューしていきたいなというふうに思います。まあ、とはいってもね、ちょっと、家の中ですると、どうやら怒られますんで <laughs>、えちょっと今回はすいませんけども、まあ、味のレビューとですね、えそれからこのエコーがね、えー、販売終了になるんですよね。まあ、その、 についてもちょっと話していきたいというふうに思いますえー、まあねこのチャンネルねえー、割と年齢層高めの方がねえ、結構見てくれてましてえ、タバコの動画はね割と出すためにねそれなりに回ってくれるんですよねただちょっとねあんまりそのタバコについて話す機会がないんでえー、なかなか出せないでいたんですけどもちょっと今回時間がありましたのでえー、ちょっと タバコについてもね、話していきたいと思います。えー、もうね、えー、もう20歳になって一年以上経ちますんでね、えー、まあ同時に喫煙者になって一年以上経つんですけども、えー、まあ僕がね、えー、ずっと吸ってんのはこっちなんですね。ハイライトのレギュラー。<coughs> まあいろいろ浮遊曲折あったんですけども、えー、まあベー変歴についてはまた別の機会に話そうと思いますが、えー、まあ、ね、えー、まあそんなハイライト推移の僕が、 僕から見たエコーのね、感想というのを紹介してみたいなと思います。まあ、このエコーですね。まあ元々、もともとは、まあ、旧産休品ってやつやったかな。確かその、えー、だからそこまでね、クオリティが高くないその代わり価格も安いみたいな、そんな銘柄なんですけどもいや若。若葉と一緒ですね。えー、はい。僕もまだ若葉吸ったことないんですが、吸ったことないんですけど、若葉ってどんな味するんですかね。はい。結構まずいまずいって言うんですけども。 でね、エコーもね、あんまり評判よろしくなかったんですよね。はい。だからあんまり、えー、敬遠してたんですけども、今回ちょっとね、えー、販売終了になるということで、ちょっとこのエコーを吸ってみました。まあ、まずね、えーまあ、リトルシガーなんでね、まあ、リトルシガーって何かっていうと、あの、この巻紙がね、これあの、普通の紙じゃないんですよ。確かタバコの葉っぱで作った巻紙やったかな。はい。なんかそんな感じでね、ね 匂いもね、ちょっと独特な匂いするんですよね。はい。で、最初吸った時は、結構ね、煙が濃いという噂、つうか、煙が濃いってよく言われてて、ちょっと身構えて吸ってたんですけども、案外吸いやすかったですね。はい。で、最初一口目吸った時なんか、あ、あれ甘いって思ったんですけど、なんで甘いって思ったかっていうと、このリトルガ骸からですね。はい。ふまあ、普段吸ってるハイライトがあまりにも重たいんで、まあ、それもあると思うんですけど、はい。まあ、味の感想としてはね、なんて言うかな。 うんまあ、まずくも、悪くもないし、まあ別に美味しくもないんですけど、なんかそこまで言うほどまずくもないなっていう感じでしたね。はい。えー、まあその、タバコが好きな方やったら普通に吸えると思います。はい。えー、まあタールは多分ね、えー、っと、このエコーシーガーが出る前に、えー、っと、あったエコーの普通のね、多分サイズは一緒やと思うんですけど、この、 エコーがリトルシガーじゃなかった時代を僕知らないんで、えー、その辺あんまりわからないんですけど、多分これぐらいのサイズで、エコーっていう普通のね、リトルシガーじゃないエコーが売ってたんですよ。それが、えー、タールが15ミリ、ニコチンが1ミリなんで、えー、まあ結構吸い応えのあるタバコでね、えー、まあこの僕が捨てるハイライトがタール17のニコチン1.4なんで、まあそれに比べたら軽いんですけど、まあ結構ね、吸い応えもあったし、えー、まあそうですね、煙、まあ確かにね、えー、普通の 普通のタバコと比べたら、ま、確かに濃い感じはしましたけど、なんかそこまでね、なんか煙重いって感じもせんかったし、えー、まあ、普通に吸えましたね。はい。えー、まあ、リトルシガーなんで、あんまりその、灰に入れるんじゃなくて、ふかして吸うらしいんですけど、えー、まあ、普通に灰に入れてましたね。まあ、孵した方が確かに美味しいです。はい。えー、まあ、なんて言うんかな。うん、タバコ好きな方には割と吸えるかなと。タバ、タぶやっぱりタバコの葉っ なんていうか、タバコの旨みって言いますかね。まあその、それは結構感じましたし、えー、まあそ、それなりに吸いやすいんでね。えー、まあ、こういうコータールのタバコ吸ってる人からしたら割と軽く感じるかもしれないですね。はい。えー、まあ、確かに癖がないって言ったら嘘になりますね。まあ、癖は若干あります。はい。で、まあ、ふかして吸った方が後味はいいですね。うん。<laughs> えっと、まあ、ただね、吸い方間違えると、ちょっとこれ、 なんていうかな、辛味も出るし、後味も悪くなります。はい。えー、だからね、ゆっくり吸った方がいいですね。あんまりこう、普通のタバコみたいにガーって吸ったら、辛味が結構、ストレートに出てくるし、んで、あと、なんていうかな、えー、後味もね、口の中に残る後味もなんか、うわっみたいな、は、うわ、もう葉っぱや、<laughs> みたいな感じの後味が残るんで、えー、まあね、クールスモーキングをお勧すすめしますね。はい。あんまりなんか、えー、なんていうかな、スパスパ吸ってると、 えー、あんまり美味しく、美味しく感じないかなっていう感じですね。はい。ちょっともうぐちゃぐちゃになってますけど。はい。なんかね、パッケージがね、あんまりその、タバコにない色ですもんね。こういう茶色系の色ってね。はい。えー、まあ何の味に似てるかっていうとね、結構、何の味に近いかって言われたら、なんかあんまりね、やっぱちょっと独特な味なんでね。このエコーの持ってるなんていうかな。リまあリトルシガーですしね。 最近で言うとピースのね、リトルシガー出てますよね。あれもまだ吸ったことないんですけど。もしかしたら、リトルシガーはリトルシガーでなんか似た味のがあるんかなという感じはしましたね。はい。ただ、あんまり普通のタバコには似ても似つかない味かなというところですね。はい。で、このエコーがですね、えー、っと、何で見たんかな何で見たんか覚えてないんですけど、えー、っとね、えー、このエコーシガーの方ですね。このエコーシガーは、えー 8月、今年の8月かなんかで販売終了するそうです。で、代わりにエコーのキングサイズが出るらしいです。はい。あんまりこのね、キングサイズの需要があるんかなって思うんですけど、えー、まあ一応値段は変わらず500円で、えー、っと、8月の中旬頃発売予定らしいですね。20本入りで500円。タールは、えっと前、前の普通のエコーのと変わらず15ミリ。で、ニコチンが1.1だそうです。はい。 え、なので皆さん、えー、エコーのシガーの方ついた人はね、えー、ぜひ早め、お早めに手に入れてみたはいかがでしょうか。はい。えー、とね、で、最後。ちょっとやっぱり僕の感想だけじゃね、えー、あれやと思うんで、あのー、タバコのね、レビューがよく載っている、このサクランボっていうね、えー、大阪の梅田にね、タバコ屋さんあるんですけど、そこがやってはる通販サイトでね、え、タバコのレビューって載ってますんで、えー、ちょっとそちらの方を読んでみたいと思います。はい。えー、 一番上にあるんがね、えー、っと、一番上にあるやつから読んでみますね。はい。えー、喫煙の感想。21歳男性学生、同い年ですね。はい。えー、普段の銘柄いろいろと試してらっしゃるということで。えー、よ読み上げますね。はい。えー、リトルシガ前のシガレット時代の味は知らないのですが、旧産休品だどういうものだったのかと思い購入しました。ゆっくりと吸って孵化してみると濃厚な煙を味わうことができます。あ、これはね、えー、僕もそう思い,思いましたね。 タバコ特有の甘さの中に雑味、心地よい辛味があります。うん。心地よい辛味ではなかったですね。結構きつ,きつい辛味でしたけど、確かにタバコ特有の甘さはありますね。はい。雑味もちょっと感じましたね。えー、エコーの味に近いのはエコーしかないと思います。甘味と辛味のバランスがちょうどいいです。えー、肺に落とすことも容易です。が、しかし吹かす方が個人的には美味しいかもしれません。はい。えー、確かになんか、おおむね僕と同じような感想ですね。これ僕が書いたわけじゃないんですけども。えー 巻き紙がシートタバコなので、紙巻きとは違い、紙臭さはありません。うん。確かにそう。結構いい匂いしますよ。燃やした時も。煙も結構ね。割とそんな臭くないです。ハイライトがまあめっちゃ臭いんで、<laughs> その辺はあんまり違いどうかなと思うんですけど、まあ、エコ全然。タバコ嫌いな人からしたらね、まあ、臭いかもしれませんが、えーまあ喫煙、喫煙者の人からするとあんまり臭く感じないと思います。で、えー、そのため、タバコの味をダイレクトに味わうことができます。これはほんまにその通りでね。 えー、割と、えタバコの味をね、しっかり感じられる銘柄ですね。はい。えー、そう。レギュラーサイズ、ちょっと中略しますけど、えー、レギュラーサイズでふにゃふにゃのフィルター簡素なパッケージ。939品の面影を感じますね、ということで。ほんまにフィルター柔らかいんですよ、これ。ほんまにふにゃふにゃなんですよね。ほんで、短いし、フィルターも短いんで、厚くなってくるんですよね。だから最後の方もこうやって持つんですね、こうやって。はい。 えー、だからね、結構根元まで吸えないんですよね。熱なってきてね。もう、ちょっと残ってる状態でもぺってほかしてしまうんですけど。えー、で、この方最後に、ゴールデンバッター新生のように廃盤になることなくこれからも残ってほしいタバコの一つです。ああ、残念ながら廃盤になります。はい。えー、ちょっとこの方レビューをいつ書かれたんかわからないんですけども、えー、ちょっと、なくなってしまいます。はい。で、ちょっと2番目の方まで見ときましょうかね。 えー、あ、ちょっとこの方はあんまり、その、味の感想って言ってはれへんな。えー、あ、味の感想言ってはれへん人見つけました。えー、っと、3番目に出てる方ですね。えー、56歳男性。普段吸ってはんのは、キャメルクラフト、メンソール、ベリーカプセル、ピースライト。はいはい、えー。あ、感想、濃い。<laughs> 以前のシガレットよりも味が丸くなり濃い味がします。コクがあってなかなかいけますが、短いのであっという間に吸い終わってしまいますと。 はいえー、ちょっと以前のシガレット時代を知ってはる方ですね。えー、味が丸くなったと。なるほど、なるほど。じゃあ、この今回のキングサイズへの変更が果たして普通のシガレットのね、えー、キングサイズへの変更が吉と出るか京と出るかですよね。えー、まあ、濃い味が好きな方はね、えー、全然いけると思うんですが、この今のエコーシガーの状態が好きな人にとっては、ちょっとこのえー、普通にまた元のタバコに戻るっていうのはちょっと えー、もしかしたらあんまり歓迎できない変化かもしれませんね。はい。で、あとはね、どうですかハイライト吸ってはる方いらっしゃいますね。レビューで。えー、21歳男性。この方も同い年けど、同い年ですけど、普段吸いはハイライト、そしてエコ。エコも普段吸いなさってるんですね。はい。えー、愛着が湧くタバコでござえー、うん、味は正直言って初見で美味しいとはならないと思う。けど吸っていくうちになんだか可愛く思えてきて癖になってしまうんだよね。<laughs> 標準語。えー、味の説明だけど渋い。 苦いしきついし辛いして初心者向きではないかもねあと短いから1分くらいで吸い終わっちゃうけどタバコ吸ってる感があって良き女性がエコー吸ってたら惚れてしまうかもあ確かにそれはあるうん女の人がねなんかまあ女の人がねもう重いタバコ吸ってるだけで若干ちょっとおってなりますけどね特にハイライト吸ってる女の人なんかいたらもうほんまに僕はねもうなんか一目惚れしてしまうかもしれませんが確かにねエコー吸ってる女の人も渋いですよね まずなんでエコを選んだんっていうところですよね。はい。ええー。まあ、この方ハイライト吸って、普段吸いでハイライト吸って貼るということで、えー、まあ、確かに初心者向きではないかもしれませんが、そこまで酷評する程度の味ではないと思いますし、まあ、確かに癖になる人は癖になるかもね。えー、ちょっとこの標準語がね、ちょっと、イラっときましたけど、<laughs> はい。 えーまあ、21歳男性ということで、えー、僕と同じ近い感覚を持ってらっしゃるんではないでしょうかね。はい、確かに1分くらいで吸い終わりますね、はい。結構早いですね。短いし、えーまあ。レビューの読み上げはそんなとこにしまして、えーまあ、販売終了になるということで、えー、ぜひ皆さんも手に入れてみ、お早めにね手に入れてみてはいかがでしょうか。もうね、結構ね、コンビニでも置いてるとこ少なくなってますね。エコー、エコーシが。僕の近所のコンビニは置いてませんでしたね。はい えー、大学の近所のコンビニで置いてましたけども、えー、家の近所のコンビニで置いてませんでした。はい。まあそうですね。あとはなんか話すことあったかなうんと、あ、そう。エコを吸ってる人ね。えー、あの、あんまり偏見とかないですけど、えー、あの、YouTuber のね、テラスパンパンスってご存知ですかえー、タバコを主に扱ってる YouTuber さんですけども、えー、そのテラスパンパンスさんの兄貴さんがね、えー、昔、 このエコーを吸ってましたね。今はね、こっちなんですよ。ただ、昔このエコーを吸ってたので、結構よく覚えてますね。はい。えー、テラスパンパンスはね、僕がタバコ吸う前から見てた、えー、チャンネルでございまして。はい。だからエコー時代も知ってるんですけども。はい。えー、ということで、えー、まあ今回はこれで以上かな。ちょっとね、タバコのレビュー動画にしてはタバコも吸いもしないのにね、喋りすぎましたけども。はい。えー、この辺で終えておきたいと思います。えー、ということで、えー、これからもね、ちょっと、 えー、タバコの動画、ぼちぼちね、上げていってもいいかなと思ってるんで、もしね、な,なんかね、タバコのタバコネタでやってほしいことがございましたら、ちょっとコメント欄にね、書いといていただければ幸いでございます。えー、ということで、えー、今回の動画これで以上になります。よければですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、今年中にね、収益が目指しておりますんで、えー、チャンネル登録の方ぜひしていた、していただけるとありがたいです。えー、っと、当社、ね、えー、このタバコの動画から入って、 くれた人はですね、えー、当チャンネルちょっと競馬の方もやっておりますんでそちらの方もね、えー、チャンネル登録してチェックしていただければと思います、えー、ということで、えー、また次回の動画でお会いしましょうバイバイ